宮川忠諸は、日本の男爵、貴族院議員。旧姓、この絵。御用税天皇の男系十二世子孫である。公爵、この絵厚諸の四、男として生まれた。兄に、内閣総理大臣のこの絵文諸、指揮者のこの絵秀諸、ホルン奏者のこの絵直諸がいる。男爵、宮川忠貴の養子となり、家督を相続する。 学習院中等科時代から有島育馬について、洋画を習い、画家を志す。学習院高等科在学中、1921年に養母業師を亡くした。1923年、京都帝国大学哲学科に入学した直後に、矢部忠興を亡くし、男爵位を相続。京大在学中は、京都帝大オーケストラに参加して、応声を吹き、 京都音楽協会の設立に参加。家電の加藤、古文流の再興を図り、二家店に入選する。後、内務大臣秘書官や、大倉大臣秘書官、貴族院議員を歴任し、原田熊尾の後釜として、西園寺金持ちの秘書になったこともあった。戦後は、春日大社、丹山神社宮寺、加藤、古文流家元を歴任した。茶の湯をたしなみ。 自ら茶や茶尺を制作した。はじめ、この江秀での次男のこの江秀武を養子に迎えたが1939年2月25日に、秀武は宮川家の席を離れて、男爵、時はい行友の家に預けられ、最終的にこの江家へ戻り、指揮者となる。秀武の長男のこの江はじめは、バス運送者、長女の文子は NHK 勤務、次男のこの江台は弁護士となった。 秀武を離縁した後、1939年10月19日、秀丸の三男のこの江春剣を忠だと改名して、養子に迎えた。忠だの長女の宮川陽子は、バイオリニスト、次女の宮川優子はチェリスト。このほか、長兄文丸と新橋の芸者山本縫いとの娘で、ある綾子を養子に迎えていた時期もある。宮川家は、この江忠だの子である。 宮川忠興を子祖とし、奈良家族として列せられた。この家は藤原忠道の子である、この江元座ネを子祖とし、御設計の一つであった。ありがとうございます。